さあ、ドラゴニックオーラも発動して、やっていこうと思います。この超究極イフリート、いろいろワンパンやっていこうと思いますね。で、一番最初は、勇者大。停止後にアバンストラッシュで攻撃なんですけど、絶対にボスの弱点を殴ってくれる神みたいな仕様を持ってるんで、まあ、ワープ運ゲーで翻弄されるけど、そこは、なんとかなりますよってことで、やっていこうと思います。で、いつも通り、クエストの仕様とかは先に調べてきたんですけど、いやね、今回の仕様はやばいです。まず、何が一番やばいかって、ボスのヒットポイントね。一回殴ったらほらもう90万じゃないですか。なんかやばそうな雰囲気、もともと初見の時から醸し出してるなって思ったんですけど、41億ある、調べてみたら。合計 HP が。マジでアホみたいなノリというか、お父様は確かね、20億だったか30億ぐらい。で、そのまた前回のガンダムコラボの、シャアのサザビーが、10億ぐらいなんですよね。だから、なんか倍々に増えてるの。10億、20億、40億って。次は80億やってくるね。で、これ、両太郎のバフも使って、さらに 1.2 倍パワーを盛ります。第2。で、ハートも回収しといて。で、ヒットポイントが多いんですけど、敵の。ただその代わり、こっちのバフもね、かなり盛れるようには設定されてて、例えば、この、ま、スキル。これ使ったら 2.25 倍盛れる。ミリムの時とは違って弱点もちゃんとあるから、弱点の倍率の方も盛れるね。あとは、今回のクエストの仕様でいくつかあって、まあ、弱点の倍率も底上げされてて、弱点の倍率9倍なんですよ。で、これプラス、今回のクエストの特殊仕様の、敵に触れる数が多いほど攻撃力アップ。これがすごい漏れるんですよね。1倍から始まって、1体触れたら8倍。次持ったら、次触れたら15倍って、7倍ずつ足し算されていくんですよ。なので、これですげー漏れるね。だから画面内の敵には、これ、7体いるから、全員に触れたら、50倍漏れる。で、しかもこれ弱点9倍だから、450倍。で、さらに、今回スキルも使って2倍とか持ってるから、もう1000倍ぐらい超えるね、攻撃力の。なので、まあ、漏れる要素はめちゃめちゃ多いのよ。あとはカウンターキラーももらってる、怒り倍率乗ってる、敵たくさん触れる。はい。これがどれだけ漏れるか。どれだけ、よし、3!3!4!4!5! 頼む !5! いけ !666666!6!どうだこれ。ほい。じゃあ、まだ余力残してんのに120億って3倍出してるんですけど。あれ?ルナバフも周囲バフもいらなくね。これ敵全員触れたらバフなしのスキルのみでワンパンいけるんですけど。やっぱ今回の頭おかしいな、このクエストの仕様。じゃあお次は、レム、やっていこうと思います。停止後、モーニングスターで攻撃。まあ、今回は多分水属性のキャラは結構ディケる人多いでしょうね。属性効果超アップしてるし。はい。さあ、兄貴連れてきました。これで接待ね。いや、このコラボも、もうあと2週、3週間ぐらいやってくるから、まあ、これもよろしくお願いしますということで、僕が連れてきました。まあ、SS はこれ弱点露出強化できるって、コラボだと結構珍しいタイプなんですよね。あとはこれで倒していって、まあ、この辺は大と同じ流れで、ね、陽太郎はなんかたまんなかったわ。さあ、呼び出して、これブロックって決めた方がいいのか?これ一番怖い。あれ?さあ、というわけで接待完了終わりました。これでコナンコラボの凄さを見せつけられますね。っていうかこれ2ターンしか継続しないのかよ。いや、これどういう打ち方が一番なんか火力を出せるんだ?で、あとこれワープ運ゲーの最中にこれ多分弱点一発殴ったら終わりね。まあ多分これで、右の、多分このイフリートのたまたま2個も一緒に殴れると思うんですよね。だから3フレは確実。お?ああ、その触れてる触れてる。で、4フレ、あと弱点目の前も止まるから、4、お?お、いいんじゃないこれ。どうだ?あ、触れてる触れてるこれでいく!どれぐらい?どれぐらい ?4 フレか5フレぐらいいったでしょ。お?いや、なんか、過剰接待かな今回なんか私。当たり前のように100億ってか、これもだから、ヒットポイントの 2.5 倍、オーバーキルね。6倍やったらバーサーカーも一撃で死すみたいな。じゃあ次は、ワンピースから、ヤマト。最初に触れた敵に、雷鳴発見で攻撃。これ最初に触れた敵の弱点を絶対に貫いてくれるっていう SS になってるんですよね。で、あと、リゼロの時のレムの時忘れてたけど、リゼロ3期そういえばアニメ決まったんですよね。だから、アニメが終わったくらいに、おそらくモンストで、いや、やってくる可能性が出てくるね。で、これなんですけど、SS の仕様として、最初に触れた敵にって書いてあるんですけど、最初に触れた敵が死んじゃった場合は、
近くの敵に変わるんですよ。なので、これでね、こいつ殴ります。で、こいつ一撃で死ぬから、殴って、上に止まる。そしたら、ボスに飛ぶから、いや、その理屈でいけるはず。はい。ちょうどボスの右ぐらいに止める。いいんじゃない？あ、これいいんじゃない？け！おお！よっしゃ、よっしゃ、理想の動きできたね。100億、ただやっぱこれ全員に触れた時の最高火力多分150度とか。うわ、いきそう。さあ、罰していこうと思います。この、グレイフルバスターで。最初に触れた敵に、氷魔ゼロの太刀で攻撃。なので、まあ、近い敵の中心貫くから、横ぐらいに出ておいてほしいんですよね。なので、左右の、この、4つのどれかから出ればいけるっていう感じ。で、これね、グレイって魔族、魔封じ持ってるから、魔族相手に切らせたるんですけど、出ないんですよね。これ何言ってんだって思うかもしれないけど、いや、ボスの種族調べようと思って、はい！よし！で、見てきたら、攻略サイトさんね、ゲームエイトさんね、ボスの種族魔族って書いてあったんですよね。いや、どういうことなのかなと思って、ちょっと、ゲームエイトさん魔族じゃないですよ！頼む！よし！いや、強っ。なんか、思うけどこれ一体ぐらい接待キャラ抜いて楽してええかな、わし。さあ、次はね、この、ハシビラの兄貴、やっていこうと思います。で、センスが、霹靂一閃、神速で攻撃。この、ハシビラ猪之助が、よし、OK。いけるんですけど、このキャラ唯一の、水のワープ原則なんで、多分、敵全部に触れられる水属性、この人しかいないんですよね。なので、いや、見せたいね。これ、うまいこと挟まった姿を、やります。はい。で、カウンターキラーももらってるから、殴って、いけ！いけ！バウンドして、あとはここから運ゲーでどうなるか。また靴加速もあるからね。頼む！行くな！お！いや、この位置もダメでしょう。雷の呼吸、あ、クリティカル。しかも、え？ 40億、いや、ちょっと、いや、まあちゃんと弱点当てよう、これ。いけ！いや、これどうだ？拾うか、これ。お！片方だけじゃない？いや、まあ、片方だけでこれだけってことは、反対側拾ったら160億出すってことでしょ。いや、やっぱこれもっと強いキャラで全部触れたらすげえ軽く出るんだろうな。さあ次は、さっきやったこのカイドウの親父の、このカイドウですね。触れた最終的に、雷鳴八卦で攻撃するよっていう SS。で、仕様はね、ヤマトと同じなんですけど、やべ！ヤマトと、あぶね！ヤマトと同じで、最初の敵の弱点を絶対に貫くっていうタイプの SS になってるね。で、私いろいろこれね、裏で何回かやってるんですけど、5体は触れたい。多分めっちゃこれ一目ギリギリだけど、それ考慮しても、おそらく、まだ触れなきゃいけんわ。なんでいきます。これで、はい。ビットン触れる。ワープ移動する。うわー、これどうだ4体のこのギリギリっていけんのかな？怒り倍率最大。よし！うわーこれワンパン、やっぱ5体触れしないと厳しいな、これ。ちょっとヒットポイントギリギリじゃないと、カイドウさん無理だから、いや、これちょっとお許しくださいということで。さあ、このキャラを約2年ぶりぐらいに使っていこうと思います。仮面ライダービルド、ジーニアスホーム。停止後最初に触れた敵に、ジーニアスフィニッシュで攻撃っていう SS なんですよね。で、これ、普段私全然使わないんですけど、これ理由なんでかっていうと、殴る場所が、この左か右か、この辺ぐらいに絶対ここしか殴れないからなんですよね。だからそういう条件整ってて、火力も足りてるキャラが全然状況揃わないから、まあ、普段使ってなかったけど。いや、今回はいけるね。なんでこれやっていこうと思います。ちょっとルート考えるわ。最初にボス触れるから、こんな感じかな？これで、まあ、少なくとも3フレアできる。あわよくば右下のビットンまでいけるかな。いきます。いや、久々に！いいんじゃない？ 4 フレぐらい？おお！あぶねえ。ちゅうか、これ絶対減速壁なかったらもっと楽々火力出せるんだよな。まあ、これで水属性一通り終わったかな。ちょっと。
息抜きしよう。そんな、もう、調子はどうだい？ストライクショット！ストライクショット！水属性終わったんで、地獄の多属性やっていこうと思います。まずは、篠田さん。最初に触れた敵に、先空古月を放ち追撃する。まあ、この SS は、ヤマトとかカイドウとかと一緒で、弱点絶対に貫いてくれる。まあ、多属性だったら多分、一番楽なのはおそらくこの人。まあ、やっていこうと思います。で、これで、ボス殴って、OK！ あとは、まあ、ボス最初に触れて、味方全員じゃない、敵全員に触れるでしょ？結局、いやでもどうなんだろう。猪之助善逸の時あんまり触れられなかったから、縦勘で、横勘でいくとな、倒しそう。いやでも大丈夫かな、多属性だし。あと、あれ、加速も起動してないし、まだ。横勘で、はい、はい。よし、全員触れましたと。いや、どうだこれ。おー、いいんじゃない。いや、どうだこれ。で、火力2倍にしたら実質水属性なんで。いや、すべて切ってくんねえかな。いつも私、おーい。いや、いけるけど。いや、いつも私言ってるもんね。挟まる、鳥丸、ワートリコラボって。いや、だからワートリコラボ。いや、第3弾期待してますということでお願いします。姉貴。やっていきます、この。この、切り絵の姉貴。やっていこうと思います。停止後に、連結させた草月でぶった切る。これね、ボスに攻撃できたら、絶対に、横に向かって攻撃するんですよ。真横攻撃するんですよ。まあ、決められた攻撃ですね。だから、これボスの弱点、絶対に2個拾えるんで、いや、これ、結構いけんじゃねえのかな。で、いや、ワープ持ってるか。まあ、とりあえずこれ、じゃあ上に。届け！よし、とりあえず1体、2体、どうだ ?3 体、ボス、加速！加速！よし、4体！あと、もう1体！あれ、もういねえ。どうだこれ？何体？ 4 体？いや、どうだ ?4 体で！よし！おお、ギリギリ！やっぱ超アップだから、いや、これ、普通のアップだったら絶対に余裕でいけるんですけど、やっぱ超アップきついね。属性効果アップぐらいに留めておいてほしいなと、今度からちょっとお願いしときますわ、運営さんに。ます。これ、ユニコ。これ、近くの敵にビームサーベル攻撃。いやね、ちょっと今回は結局、もう残ってるキャラ大体、なんか運がよく近くに止まってくれたらいいなみたいな感じのキャラばっかなんですよね。なので、もう、私が一番やりたいのこれ、シズコーンだから。シズさんと同じ声優だ、声優じゃねえや。シズさんと同じ性能してるからね。なので、これでやっていこうと思います。だから、触れて触れて、近くの敵だから、最初に触れた敵は関係ない。いけ！で、かい、これで、はい！触れる！触れる！あれ？いや、触れる！お！うわ！あ？あ？お！お、これいいんじゃない？これ拾ったでしょ？頼む！いこう！